ミュージカルみたいだなと思って楽しかったです。なんかその、これも持ってこう、やっぱこうやって入ってくる感じが。タベミカコさんです。よろしくお願いします。まあ覚えてますよ。何もかもが違う。なのになぜそばに。はい、とっても楽しかったです。そうですよね、共演自体は初めてでしたけど、うん、特にね、CM っていうのも初めてでしたよね。そうですね、うん、でもなんかこう、そんな初めましての感覚はない、うんうん、そうですね、ような雰囲気で、うんうん、いてくださったので、とってもこう和やかな時間を過ごせたんじゃないかなと思います。予想の何倍も気持ちよくてですね、いつもこんな感じで撮ってるのかなと思って、毎回来たくなりました。すごいいいなと思って、ね、多分見てる方はどこだかわからないかなっていう感じがあるんですけど、意外と近場ですね。そうですね。うんうん、そうですね。とっても素敵に、とっても素敵な美術が、そうですね。そうですね。これすごいですよね。はい。本当に。そうなんですよ。うん。現場でお会いするの初めてだったと思って、でもこう本当に CM のイメージのままで穏やかな方だなという印象です。僕が歌いながらその中でこう、入ってくるっていうシーンがあったんですけど、なんかちょっとミュージカルみたいだなと思って楽しかったです。なんかその、これも持ってこう、やっぱこうやって入ってくる感じが、しかもこう同じブランコに乗るっていうのがちょっとミュージカルっぽくていいなと思いました。ありますか、飲まれたこと。あります、あります、あります、うん、すごくすっきりして飲みやすいんです。してます。こんなにダイレクトにおすすめしてくるよ。そうですよね。そうなんですよ。もうまさに CM のイメージの爽やかさがありますよね。そうなんです。すっきり飲みやすくて、うん、糖質 70% オフで、うんうん、本当に手を取っていただきやすい商品になっています。これからスーパーで、うんうん、めちゃくちゃ俺に向かって一応その見てる方にその方か皆さんに、そうそうそう、そうありがとうございます。俺もそうです、はい、もうこれからスーパー行ったら、そうですね、スーパー行ったら何買います。やっぱグリーンラベルですかね。はい、うん、お願いします。もともと不思議っていう曲はキーボードで作った曲なんですけど、この CM のイメージはなんとなく弾き語りっていうイメージがあったので、アコギでやってみたいなと思って、キーボードで作ったコード進行とかそういうものを全部ギターに直して新たに作ったという感じですね。でまたこの CM のイメージですごく皆さんよくこう知ってるっていうか長く続いているので、なんかイメージがつかみやすかったというか、こういう感じにできたらいいなっていうのがすごい作りやすかったですね。やっぱり風も気持ちいいですし、日差しもちょうどいい季節になってくるので、やっぱり公園に行って、うん、友達とか友達家族と集まったりしながらのんびりこう風を感じて、緑に囲まれてお酒飲みながらおつまみ食べながら、なんかゆっくりしたいなって思います。そうですね。
ものすごい花粉症なので、ちょうど今これ撮影してる時が終わったぐらいなんですよ。だから今全くなくて最高に気持ちがいいです。もう本当にやっぱこれぐらいが、その初夏ぐらいが一番やっぱ気持ちいいなっていう感じがあるんで、結構普段ずっと家にいて曲作ったりっていうのも屋内なので、この撮影でこういうところに来れたのは本当に良かったですね。新緑みたいなイメージはもうこの CM の撮影のイメージに多分なると思います。